ー、ゴーゴー。酔っ払ってきました。海が見える。おいしい。よいしょ。よし、じゃあ行っちゃうか、最北端に行きましょう。じゃあ日課ウイスキーの蒸留所に行きましょう。はーい、行きましょう。あ、昨日暗くて見えなかったけど、こんな感じの外壁なんだね。あ、本当だ。着いたー。かっこいい。かっこいいね。あ、完全予約制か。満席です。あ、泣いた。2週間先まで満杯。そうなんですね。残念なですが、ミュージアムの方は空いてるので、そちらに行きましょう。そうしましょう。有料試飲コーナーっていうのがあるんだ。無料のさ、見学には無料でついてるけど、ミュージアムでは有料で試飲できるね。感じかな。おお、すごい。びっくり。ストーリーオブ日課ウイスキー。シングルモルトヨイチ、竹鶴ピュアモルト、フロムザバレルブラックイン。有料試飲。ああ。今日は私が試飲させていただきます。飲んでください。別のところでは飲んでください。ありがとう。めっちゃ酔っ払ったらごめん。いや、全然寝ててもいいや。結構オーソドックスで飲みやすいものって。そうですね。これが今日品切れだそうです。え、買えないんだ。1万3000円以上しますけど、皆さん必ず買って帰りますね。どんなところが特徴ですか？20年以上熟成したモルトも使ってます。ですから、香りのまろやかさ、華やかさの香り、あと香りの要因が一番あります。めっちゃ鼻に抜けてく、スモーキーさが後にくるね。めっちゃ香りが残る気がする。マスクしててもいい、すごいいい香りがこっちにも届いてくる。飲みやすい、甘い、すごい甘いウイスキー。数的に。あ、ちょっと。うん。すごく軽やかになった。酔っ払ってきました。いい顔。行きました。ごちそうさまでした。酔っ払いが歩いてる。限定パンね、どうするの限定飲みたい。確かに。ちょっと重めで個性的なもので限定でおすすめってありますか？こちらアルコール 55% ですので、高めだ。一口ストレート召し上がった後は1対1。ウイスキーと同じような水を召し上がってください。時点でもうさっきと全然違うわ。あ、へえ。もうね、かなりスモーキー。そうなんだ。はあ、ずっしり。ずっしりスモーキーさがね、味がきて鼻に抜けていく感じ。あ、美味しいです。私はこっちの方が好み。あ、そうなんだ。へえ。言われるとすごくスモーキー苦手な人でも全然飲みやすい。飲んでみる。あ、飲んでみちゃダメか。飲めないんですよ。酔っ払いやだな。じゃあ最後いただきます。ふいっと。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。結構スモーキーですごい美味しかったです。シーフード料理あります。あ、そうなんですか。ありがとうございました。やだよ。松さんだそうなんだ。池鶴さんだそうなんだ。あ、確かに池鶴もさがいます。そうかそうじゃん。売店行こう。売店行こう。ド派手。手振られてる気がするんだけど。あ、おいでーって行く？めっちゃ酔っ払ってるけど大丈夫？よかったね。あ、はい、ありがとうございます。こんにちは。去年は道の駅全部回ったんや。すごい。すごい。すごい、全部にピンクのラインで行ったところが。湧き水はエコノコックスがあるじゃん。あ、はい。湧き水は気をつけなさい。わかりました。ありがとうございます。エコノコックスは怖いよの。気をつけなさいね。楽しんでね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。いい人だったな。いい人だった。毎回。今日飲んだやつ、他のも気になるけども、私が気に入ったやつ、飲んでもらいたいからマリコに。飲みたい。やっちゃいました。楽しもう楽しもう。楽しみ、すごい楽しみ。ありがとう、今日は楽しませてくれて。よかった。幸せそうでよかった。いひいひ。じゃあ私たちは先に進みますか。はい、行きましょう。行きましょう。北へゴー！ ゴー！本日のお昼はラーメン。東大に行きました。行きましょう。小樽のように来ました。ゲット。実際の交通規制に従って走行してください。じゃあお願いします。夜の移動初めて。確かに。え、本当に真っ暗だね。ちょっと気をつけよう。なんか、ね、キツネとか鹿とかいそう。まもなく目的地です。ありがとう、夜中の運転。開けるよ。うん、海が見える。そうそう。遊んだねだった。ほら、パンが降ってるわ。せっかくのオロロンラインなのに。つらい。明日以降も雨だもんね。つらいね。バイバイ。バイバイ。安い。この設計でこの値段すごいね。温泉めっちゃ気持ちよかったね。最高だった。2日ぶりの風呂。今日も北上します。はい。ちょっとキャンプ場に行きたいんだけど、その前に増毛駅の方に行って海産物をゲットして、それから向かおうと思います。はい。タコザンギが有名なんでしょう。うん、そうらしい。さっき温泉の方に教えてもらった。じゃあ行きましょう。はい。雨ですね。本当だよ。あの、自分の暑さの公園アッサム公園、アッサムかな、何なんだろう、アッサム公園どっちなの。確かに歴史的街並みだね。うん、ありがとう。あ、そこか、ステーキ後に、おお、大人気タコザング。食べたい。梨家に来たら名物タコザングを食べよう。そうなんだ。お安いです。はい。ありがとうございます。揚げたてふやふやめっちゃ高い。いただきます。うん。美味しい。潤ってるね、タコが。タコってこんなに旨味の汁出てくる。めっちゃ美味しい。しかも500円でいっぱい入ってる。キャンプ場のチェックイン時間が迫っている。やばいやばい。ということで歩きながら食べてます。お湯悪くてごめんなさい。これ美味しい。美味しい。おすすめしてもらった遠藤水産に行きます。やってる？え、閉まってる？15時までだって。やっぱちょっとね、コロナがあったりして。営業時間結構変わってる。ねえ、Google で見たら一応17時だったんだけどな。この前停電しちゃったこのポータブルバッテリーをようやく充電してます。他にもね、ミニポタとか、あとカメラとかパソコンとかたくさんあるから充電しこう。オートキャンプ場にちょくちょく行かないとダメだね。ね、充電するにはオートキャンプ場か RV パークだね。はい、いただきます。甘っ。マンゴー。最高です。ロバタ焼き最高、一生やってたい。ご飯炊きます。あ、美味しく炊けるといいね、これ。初めてだからちょっと緊張。あ、すっごい湯気出てる。あ、これ美味しいね。そうだね。1分経った。じゃあ開けします。15分蒸らし。ういっ、ホタテいきましょう。ホタテいきましょう。わー、大きい。めちゃ大きいね。夜市で買ったウイスキーをいただきます。すごいいい香りしてきた。あ、めっちゃいい香りする。やばい、これは美味しそう。お前一個一個が立ってる。めっちゃ美味しい。でもお米もいいし、この釜がいいんだろうね。うん、ほんとね。毎日これで炊きたいな、家のご飯。確かに。いただきます。うん。プリップリ。美味しいね。最高。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかった。満足度が。隣についてるってすごいね。確かに一人一個。今日も安全運転でお願いします。行ってきます。ここしじみラーメンが有名らしいよ。食べよう食べよう。出汁効いてそうだね。いただきます。めちゃめちゃしじみの出汁効いてる。めっちゃうま。一番効いてご飯美味しいのが飲めるんだ。うんね。美味しかったです。美味しかった。はい、どうもね、ありがとう。はい、どうもありがとう。しじみの味噌汁があるんだけど、買っとく。しい。カチャカチャ。じゃあこれ2個非常食。非常食。ゲット。牛がしじみ取ってるんですかね。しじみ食べるんで。可愛いじゃんこれ。カチャ。各地でこういうの集めとけばよかった。本当だよね。これからやろう。これからたくさんこういうの集めて腹を冷凍庫ベタベタにしたい。あれだ。すごーい。発電量はすごっ。何ワットとかじゃなかった。810キロワットとか。すごっ。あっちもどうでしょう。わーすごいね。でも本当は晴れてる時に見たかったね。晴れてるとこういう感じになります。わあめっちゃいいな。全然違うところの景色みたいな。ちなみにこの利尻富士を望む更別原野中車公園、ここからめちゃめちゃ綺麗な利尻富士が見えるらしいんだけど、今日は全く見えず。全くだね。こういうのが見たかった。残念。全然違うね。おとなしく待っててくれてるよ。本当だ。おっかないしかいし。一般道を通るルートです。よし、じゃあ行っちゃうか。最北端に行きましょう。174円だってよ。え、マジ？千葉道です。くじで開館中。うわ、すごい。鹿だ。鹿がいる。バイバイ。いっぱいいるのかもね。そしてすごい景色。すごい。